7月23日木曜日ですね。はい、今お昼12時過ぎたところです。今日、今から腹筋3種目、やっていきます。はい、ということで、はい、レイズ系ですね。はい、お尻上げて最後ひねって、30回でやっていきます。それでは続けて、はい、横になった状態で、ジャックナイフですね。はい、かなりこっちが効いてます。はい、続いて反対いきます。最後ですね。今日はちょっとゆっくりの、バイスクルプランチですね。あと10回です。はい。結構効いてます。ちょっとストレッチ、はい、しておきます。ということで、はい、今日は実は腕の日ということで、はい、今からまた腹筋ね、毎日してるんで、また今から、腕のトレーニングしていきたいと思います。体重の方はですね、昨日68キロね、切ったり切らなかったりです。昨日たまたまちょっと測る時間がちょっと夜で遅かったんで、またまたまちょっと切れてました。67.8キロでした。
なんとかね、このまま、当初60もっとね、もっともっと 2キロ3キロ増やせるつもりだったんで、停滞したまんまです。ただちょっと諦めずに続けていきたいかなと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございます。はい、じゃあまた腕のトレーニングしていきます。